ただいまご来光の滝に来て行こうとしております。はい、無事たどり着けますように。あ、すごい、やばい、何これ、これですか。いや、これが下流、これ下流、下流みたいですね。結構あったかかったけん溶けたかと思ったら全然ですね。全然やね。つるりっと行きそう。え、てか北欧やん。北欧ここは北欧です。北欧すぎて。いや、なんかこれこう横から見たら氷のカーテンみたい。あ、すごい。あ、氷です。あ、すごい。あの、ここら辺は言うたらこう岩。あ、はいはいはい。もうここ氷なんですよね。じゃあここまだ下流なので、まだ下流なので行ってみましょうか。上の方に行ってみたい。で下流なので上の方に行ってみたいと思います。ゴーゴー。何の看板やこれ。お、あ、焚き火をやめましょう。黒幽林ですここは。はい。お、ご来光の滝って書いてる。書いてる。愛媛県東温市の井内地区ですね。神宮殿から15分ぐらい車で、まあゆっくりですけどね。で、命の危機は結構ありましたね。はい、ここも命の危機なんで、あんま行くとやばいです。あ、やばい。あ、ご来光橋っていうんや、これ。あ、ここご来光橋です。へぇ、ガードレールに書いてる、うん、ご来光橋。いや、でもここの積もり具合、あ、やばい。すごい、足ちょっとなくなりますね。なくなる。うわー、すごい。あー、すごい。すごいぞ、こりゃ。こりゃすごい。すごー。すごい。あー、すごい。すごい。すごい。近い。こんだけ近くのこれ見れるの。うん。おっとっとっと。すごいです、これ。すごい。あ、硬い。音聞こえますかね。あ、すごいっす、これすごー。もうこう鍾乳洞みたいなことになってますよ。いや、本当に。あ、こう中をね、おたまじゃくしが張ってるように見えるんですよね。うわ、ほんまや、すごー。インスタかツイッターかで、あ、見た見た、見ました。わ、やば、すごー、すごい。これ何センチぐらいですかね、これ。いや、すごー。ほんと細い大根ぐらい。いや、わかりにくい。来るときは気をつけてください。本当に止まり、時止まで。ちょっと雪が多いですね、ほんと。今も降ってるからか。車の跡もすごい。これちょっとした壁ですやん。ほんと雪国のアートですよね。ほんとに。ご来光の滝なんですけど、まあ、道沿いから見えたり、あと向こうにもあるんですけど、つららがすごい触れるぐらいまであるので、近くで氷瀑を見たい人にはすごいおすすめですね。ですけど、やっぱりガードレールのないところはあるので、危険があるので、まあ、気をつけてお越しいただければなと思います。ということで、ご来光の滝でした。ぜひこの機会にお越しください。